京銀座新谷歯科口腔外科クリニックから今日もお届けしたいと思います。新谷教授、今日もですねリスナーの皆さんから質問を来ておりますのでお答えいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。質問、会社の受付をしている女性の OL の方からです。ホワイトニングに大変興味がありますが、本当に CM のように真っ白になりますでしょうか？ホワイトニングをしてから色が戻ってくるんでしょうか？どれぐらいの割合で年に通えば大丈夫でしょうか？という質問が来ております。まずホワイトニングはね、ホームホワイトニングって言って自宅でする場合と、それからオフィスというのはデンタルオフィスのオフィスですね。オフィスホワイトニングって言って、まあ、クリニックに来てやる場合の2つがあります。でどっちが早くなるかというと、クリニックに来ていただくと3回ほどで、まあ、その方の持つ一番白い歯になるというふうに思ってください。ホームの場合はちょっと力が弱いので、特によく輸入品なんかでホワイトニングの、まあ、ジェルなんかを買う人っていうのがいるんですけど、それの怖いところは確かに白くなるんですけど、すごく刺激が強くて歯の神経に刺激がいってしまって、ものすごく染みるとか、染みるだけだったらいいんですけど、まあ、歯髄が死んでしまうような場合、そんなこともあるので、ホワイトニングはそういった意味では自分でね、輸入とかそれからインターネットで買えますけれども、インターネットでホームホワイトニングのお薬を買うというのはすごく危険かなという気はします。で、じゃあどれだけ白くなるのかということで、ちょっとこれ見せてみますけども、まあ、これ日本人も全部含めた歯の白さをこっちの方のちょっと暗いパターンから明るいパターンということで並べています。はい、で例えばこの方、これぐらいの歯の色の方が急にこれになることはございません。はい、ご自分の歯の色の2段階か3段階ぐらい、これぐらいですよね、これぐらいまでになることはあると思います。なるほど。ではこの一番この色の方がいきなりこちらの色になるってことはなかなかないということですね。それと、まあ、本来持つそういう色とかそういう色味がありますので、よくあるのがですね、1回、まあ、何千円、まあ、ホームの場合はうちなんかでもその1回何千円ぐらいですけれども、要はオフィスなんかで1回何千円ですよっていうことで、すごく顧客といいますか患者さんを集めて、でこれぐらいの方が2段階ぐらい上がってこれぐらいになったんですよ。で僕らの場合はまあもうちょっと頑張ってこれぐらいまでになるよと、というから2段階3段階4段階ぐらいは行くけれども、これ以上やると歯髄がおかしくなったり無理ですよということをお伝えするんですけど、まあ、そういったような歯科医院とかそういったオフィスではここまでなりますよということで、永遠に何回も何回もその費用を取って、もっと頑張ってください、もっと頑張ってください、でもっと頑張るってもう頑張りようがないんですよね。でさっき言ったように歯髄を傷つけたりとかっていう恐れがあるってことですよね。だからある程度 2,3 段階白くなると、そこがその方の限界というのがあるわけです。これが正しいホワイトニングの方法なんですね。そうです。ですからまあそういったようなまあ言葉悪いですけど、まあ費用を安くする代わりにもっと白くなりますよ、もっと白くなりますよっていうことで何回も来させて、結局は費用がものすごく膨大になるしというようなこともあるので、まあ気をつけていただきたいなというふうに思いますね。よく女性が読む雑誌とかでも、教授がさっきおっしゃられたように輸入でこの、ホワイトニングのなんとかを購入すればこんだけ真っ白になりますみたいな写真が載ってるんですけど、まあ、さっき言ったように歯髄を傷つけることもあるということなので、そうです。それともうある程度人間、その人のその人なりの白さというところで限界があります。だいたい2段階から3段階が限界ではなかろうかと。それでやっぱりおっしゃられたように戻っていきますので、まあ、それでいけば自分が戻ったなと思ったらまたちょっとそれをやり直すということは全然構わないと思うんですけれども、あんまり無理をしないということがホワイトニングにとっては大事かな。それが患者さんのことを考えたホワイトニングの方法ってことですね。そうです。それと本当にこうなんていうかね、ものすごく情報が溢れてますので、値段がどれが適正かとか、ということがありますけれども、考えていただきたいのはホワイトニングっていうのは自分の持ってる歯を、まあ、過酸化水素水ってあるでしょ、はい、あれが手についたら白くなりますね。なりますね。あれと同じような、まあ、理由で白くするものですから、まあ、一つは何回も言いますけど限界があるということ、それから繰り返しはある程度いいですけども、歯髄への影響というのを考えてほしい。まあ、そういった意味では、手軽なかもしれませんけれども、
悪い商品とか、まあ、悪いクリニックというのは言い過ぎかもしれませんけど、そういったところに引っかかって後で歯を痛める結果にならないようにということが一番大事かな。それが大事ですね。まあ、女性の方なんでね、特に今回ご質問いただいた方は、そうですね、特に前歯とかね見えるところが気になるんじゃなかろうかと思うんですけど、一つ聞きたいのがですね、教授よく歯磨き粉に、うん、ちょっとホワイトニング効果があるっていうのも販売されてますけど、多少効果はあるんでしょうか。それはあると思います。それと、まあ、ホワイトニングの前にね、紅茶が好きな方、コーヒーよりも実は紅茶なんですけど赤ワインが好きな方、それが、ホワイトニングするしないよりも着色、要は、まあ、タバコ吸われる方は最近女性の方少ないですけども、うんうん、まあ、ヤニがついてると、うん、同じようにお紅茶とかですね、それから赤ワイン好きな方が増えているので、うん、その着色を取ることが大事。うん、着色したままにホワイトニングなんかするとまだらになっちゃいますので。それはどうやって取るんですか。それは歯科医に来て特殊な機械を使って、うんうん、あるいはこうサンドブラストじゃないですか、ブラストっていうとか、ああ、ヤニを取っていただくような感じですよね。そういったやつをやるということになります。それからホワイトニング治療、その方がいいと思います。じゃあ今回ご質問いただいた、受付の OL さん、まずホワイトニングする前にはやっぱり専門医のとこに ね、行っていただいて、個人でやられるとやっぱり歯周炎傷つけることもあるということなので、ちゃんと歯医者さんに行って相談した方がいいと思います。はい、今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。新谷教授への歯やお口の悩み相談など皆さんからご質問お待ちしております。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。